皆さんこんにちは。イナマク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、 Excel の初級あるいは初級以上、もうちょっとね、普段お使いの方でもよく皆さんが使うコピペ、データのコピペよく行いますよね。コピペにはいろいろな種類があるということをご存知でしょうか。まあ普段は通常のコピー貼り付けだけしか行っていないという方はぜひこの後の動画を見ていただいて参考にしてみてください。便利な機能実はたくさん備わっているんですね。では次の画面をご覧ください。まずは基本のコピー貼り付けを行います。この表をこの隣にコピーしたいとします。範囲をまず選択します。このようにドラッグするか、もしくはショートカットキーが覚えられる人は、コントロールキーを押しながら、点キーにあるアスタリスクを一つ押してみてください。では、範囲が選択できましたら、まずはコピー貼り付けを行います。コピーをクリックして、そして左上の角、よくね、このような選択の仕方、これだとこんな感じで選択する方いらっしゃいますが、そうではなくパソコンの基本中の基本、指していただきたいのは左上になります。なので、今回はこちらになりますね。クリックをした状態で貼り付けをクリックします。するとコピペすることができました。では画面を戻します。コントロール Z で画面を戻しました。今コピーをしたので、このようにネオみたいにぐるぐるしていますよね。この状態というのは何度でもまだ貼り付けができるということになります。今カーソルがここにありますから、この状態で貼り付けをするとこんな感じで。クリックをして貼り付けをするとこんな感じ。このように何度でも貼り付けることができます。では画面を戻していきます。このぐるぐるしているのを解除したいとき、これはキーボードの左上にあるエスケープキー、こちらを押していただいて解除することができます。ではね、この単位万円っていうのは今回ちょっと省いて、この範囲をもう一つここにコピーをしたいとします。ショートカットキーを使うにはコントロール C、そしてコントロール V、こちらに関してはこの Excel だけではなくパソコン全体としてコピペするときのショートカットキーになりますので覚えておいてください。ではそれ以外の方法ですね。まずは今範囲を選択している状態です。この時に枠、どこでも構いません。この中ではなくて、マウスカーソルの形を気をつけましょう。はい、この状態になったら、押してドラッグをしていくと、このように枠線が出てきます。この状態ですと、ここに表を移動するようになります。離すと、このように表が移動されました。画面を戻します。今回はコピーをしたいので、そうではなく、この枠線を捕まえた状態で、いいですか？コントロールキーを押すと、マウスカーソルにプラスのマークがついてきます。この状態でこのように移動をしてみてください。そして離すときのポイント、マウスが先、そしてキーボードのコントロールキー左手が後になります。するとこのようにコピペをすることができました。これというのは、例えばシートのコピーなどをしたいときにも、ここで右クリックをして、移動またはコピー、そして、末尾へ移動、コピーを作成するをクリックして、OK を押すと、このようにシートのコピーをすることができますが、シートを消しますね。削除を押します。そうではなく、今行った操作のように、シートをまず選択した状態で、この白紙の用紙が出てきます。この状態でコントロールキーを押すと、プラスのマークがついてきますので、確認ができたらドラッグをして、そしてここに貼り付けたいところを確認して、下向き三角がついていますよね。この状態でまたマウスが先、そして左指を後で離していきます。するとシートのコピーをすることができました。このようにドラッグをしていくという方法もぜひ覚えていただきたいんですね。右クリックをしたり、それからコピー貼り付け。このように今回は Excel で行っているので、コピー貼り付けというボタンがありますが、
そうじゃない時ってありますよね。ではもう一度シートを消します。削除をします。この時にちょっと見ていただきたいんですね。何を見ていただきたいかというと、元データはこの i 列合計のところは分かりますか？こんなに幅が広いんですね。ところが R、 こちらの複写したデータの方というのはこのように幅が狭いです。名古屋支店が文字列がちょっと欠けそうな感じですね。このように列幅が足りないと罫線が欠けたりしてしまいます。ですので次の方法としては、この列幅を温存した状態で貼り付けたいとします。ではこのデータを消します。範囲を選択して、要は列ですね、このように選択する方がいらっしゃいます。ここで右クリックをするとこのようなメニューになります。削除をクリックして、そして左方向にシフトを押すか、もしくは私は今このように列幅を、列見出しを選択しました。ここで右クリックをすると削除で一遍に消すことができます。この L 列はちょっと消しておきますね。幅を整えさせておきます。では列幅も温存した状態でこちらにコピーをしたいと思います。一つだけではなく2つ方法あるんですね。ちょっとやってみますね。まずはこのように範囲を選択して、一度右クリックして今回はコピーを取っておきます。では左上のセルを選択した状態で右クリックをします。今回は2つの作業を同時に行います。形式を選択して貼り付け、こちらでダイアログボックスを表示させます。形式を選択して貼り付けの中で、まずは列幅を貼り付けします。一度 OK を押しますね。するとこの B 列と I 列の列幅のみを貼り付けることができました。この状態で貼り付けを押します。すると、二度手間にはなりましたけれども、列の幅を温存した状態、そしてデータの貼り付けという作業を行うことができました。では、もう一つの方法を行いますね。画面を戻しておきます。では、このコピーされた状態で、実はこの貼り付けの下にオプションがあるんですね。このオプションの中に、貼り付けのグループの中に、ここ、元の列幅を保持した状態で貼り付けるというボタンがあります。このボタンを押していただくか、ここで W を押していただくことで、列幅を温存させながら貼り付けをすることができます。解除します。では、この下ですね、今度は今コピーされているので、いろいろな貼り付けの方法をやってみたいと思います。この状態で貼り付けオプションから値だけ、要はそのデータだけですね、値だけをこのように貼り付ける、このようなこともできます。値になるので札幌して見てみますね。こちらでは SUM 関数が入ってその結果が表示されていますが、値、この23,693という値をここに貼り付けているのがわかります。では次、もう一度貼り付けのオプションから行列を入れ替えて貼り付けてみたり、それからもうちょっと下に罫線を入れないで貼り付けてみたり、逆に罫線だけを貼り付けてみたり、中のデータはなしというような貼り付けができたりします。いろんな貼り付けがありますね。ではさらにもっとやっていきたいと思います。コピーされている状態でちょっとスクロールしておきますね。ではここに、今度は図として貼り付け、図になるので、わかりますか？一枚の絵ということになります。この状態であれば、全体的にこのようにドラッグをすることで、ちょっとね、ちっちゃすぎましたけれども、大きくしたり、小さくしたりすることができます。この列幅などを気にすることなく、表を拡大、縮小することができます。ですが、それですと、値が変わった時に更新がされないんですね。絵なので。ところが同じように絵として貼り付けるんですが、値が更新されるという図の貼り付けというのもあります。ではやってみます。今度はこのその他の貼り付けオプションから、こちらリンクされた図にしてみたいと思います。すると先ほどと同じように図になっているのがわかりますが、
では札幌支店ね、4289なっていますよね。元データをちょっと変えてみましょう。4289からこのようにデータをちょっと大きくしてみます。すると、はい、ここ見ると分かるように更新されているのが分かりますね。このようにずっとしてでも更新することができますので、ちょっと何かの時に使ってみてください。これは絵ですので、こんな感じで色を変えたりすることもできます。表示タブからこの後ろにあるマス目ですね、これメモリ線と言います。メモリ線を消すことで割とこのように見やすくすることもできます。では最後にいろいろなコピーやってみたいんですが、この3ヶ月分だけのデータをちょっと一時的にコピーをして合計を見てみたい。そんな時には範囲を選択した時にこの右下に合計というのが表示されています。これはあくまでもリアルタイムでどんどんこのように更新されていきます。じゃあちょっと博多支店はやめようということで、博多支店を除いたデータも一時的にこのように見ることができます。このデータがもし表示されていないようであれば、これステータスバーというんですが、ステータスバーの上で右クリックをして、そしてこちら合計にチェックを入れるようにしてください。ではこのデータを、一時的データをコピーしたいという時ですね、この437,871、ここでダブルクリックをします。するとこのようにコピーをしましたと表示されます。ではここに貼り付けてみたいと思います。貼り付けをクリックします。するとデータを貼り付けることができました。オートカルクという機能になりますが、このようにオートカルクも一時的に取ったデータをコピペすることもできます。では最後に書式のコピー貼り付けというのをご紹介します。今ここに支店名、それから札幌支店のデータがあります。この塗りつぶしの青と、それから文字色の白、そして札幌支店の合計は太字になっているんですね。これを書式だけコピーをしたいというとき、この状態で書式のコピー貼り付けボタンを一度押します。この状態でクリックをするとこのように書式だけをコピペすることができます。文字をこのように入れると書式を引き継いでいるのがわかりますね。こちらもデータを入れると、はい、このように間膜切り、そして太字なのがわかります。このように Excel のシートを扱う上で、もちろん計算式などは必要になりますが、それ以前に編集を行うということはよくありますよね。計算式がなくてももちろん Excel でデータを管理することができます。その時にコピペ、いろいろありましたが、ぜひ使えるようにしておいてください。では今日の動画はここまでにしたいと思います。稲垣 TV ではこのように初心者の方、そしてシニアの方がデジタルライフ送っていただくべくノウハウを投稿しております。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひチャンネル登録もお待ちしております。コメントもお待ちしております。では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またね。稲垣 TV チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています。学びに年はありません。あなたを待っています。